奏したいなということで、はい、大好きな、ね、曲で Night and Day っていう曲があるんですけども、コール・ポーターっていう有名な、うん、ミュージカルの作曲、作詞作曲をしてた人がいるんですけども、うん、その人の曲がすっごくどれも好き で、うん、でその中でも1番、2番、3番、3番指に入る選べないんですよ、誰もいい曲だから3番指に入るぐらい大好きな、うん、夜も昼もあなたのことを愛してますよ、雑踏の中でも一人部屋にいる時も思うのはあなたのことばかりって、すごい素敵なラブストーリー、あ、ラブストーリーじゃない、ラブソング、うん、はい、これを聴いていきたいと思います。お願いします。One, two, three.
もう言葉がね、喋ってって。ありがとうございます。いやでも素敵ですね。しっとり。ウィズデイのナイターでも聞いたことあるけど、うんうんうん、うん、どこちゃんも、ま、たそうですね。いいなー。どうする、私たちに何をしてほしい。何をしてほしい。できることは何でもするぞ。どっかの社長みたいな。できることは何でもするぞ。言っといた方がいいっすよ。あ、言っといた方がいいっすよ。出させてもらえるだけ。いやいや、ね、こうやってね。許可するんで乗っ取って。いや乗っ取って。毎週。いや大変なことになっちゃう。まあ、衣装がどうしようって。そっちが大変。いや、ね、だってさ、アレンジが良くてオリジナリティがあってさ、歌が良くてさ、うん、面白くてさ、はい、可愛くてさ、はい、何が文句があるの。いや誰も文句言ってないですけど。やばい ねでもね、本当そうですよね、うん、はい、ね、どのぐらいの頻度でライブとかしてる。ライブは大体月に2回1、2、3、4。よくないよそれ。20人ぐらいとかでやられた日にはさ、いつ行けばいいの。いやそんなに回数は多くはないです、まあ、どう何してんのじゃん。どう、いや、まあ、そうですね、作りまくってんの。いやでもね、そんなにペースも速い方じゃないんで、うん、のんびりマイペースバンドです。割とそうですね。じゃあ大丈夫じゃん、レギュラーだって。そういうこと。そっち。大丈夫じゃん、うん、キリン・ルーディ・ミッチーナ・ザ・ジュシー・バカボンズ。あ、そう、はい、ねえ、楽しそう、ね、あ、じゃあメンバーメンバー、あ、いいですね、超、うん、ね、幸せなんですけど、ね、なんか毎週きちん練習に乗っけてもいいですか。ダメかな。ダメかな。あ、本気になってる。なぜダメなんか言ってみてだ。そのぐらい好き。うん、そうですね、本当にね。嬉しい。さあ、リスナーさんからですね、はい、先週ファックスをいただきましたんでね、ちょっとこちらで。おイケメン。上手よね、もうちょっと。そうそう、そこ。ここですね。上手よね。本当にうまいね。山梨でユーストで見てますっていうことで、リーゼントのゆうちゃんさんから、浩平くんの似顔絵、浩平さんの似顔絵、はい、素晴らしい。なんか浩平くんの絵は、いやもうなんか嬉しいですね。どうでしょう、あ、一緒に。いや、やばい。これちょっとこう逆に入ってるでしょ。違う。ちゃんとあれに合わせてよ。ちょっと違う、ドヤ顔。なんか違う。スタジオの外の皆さんは何をしてるんだろうっていう感じになってますけど。後で渡してあげて。あ、了解です、分かりました。はい。あのね、こんなことになってるんですよ。すごいでしょ。結構ね、必見ですよね。宇宙の人いるじゃない。有名になっちゃった。ありがとうございます。あ、ボールアップしてる。あ、あったやったー、すごい。宇宙さん、すごい、すごい。あ、そしてどうした、グッズ決まった。まだ決まってないの。一応バッチは、はい、その他リクエストあれば。じゃあ、おいおい、いろいろね、はい、うん、引き続き募集中、ね、はい、ね、うちはもう採用される。うちはね。ね。タオルって意見とかもありましたね。あ、そうですよね。タオルなんかね、使いますね。私ピック言ったのに。あ、ピック言いましたね。ピックのストラップ言ったの。ストラップ言ったのに。言ったのに。採用されてない感じ。あ、でもさっき何でも言えって言ってましたからね。あ、じゃあキリンさん、みんなでキリンさんお願いします。キリンさんお願いします。あ、はいはいはい、そういうことですよ。あ、あなたくらい。身内とは思えないね。はい。まあでもなんか徐々にこうグッズを増やしていければいいなっていう感じになるのでね。何せキャラクター揃っておりますからね。そうですね。みんなのシルエットだけですぐ分かるよね。はい。出てこちゃん。今日はあ、そうなんですよ。あのね、変顔するって約束しちゃったんで。じゃあ2人揃って、はい、どうぞ。せーの。
もったいない、もったいない、もうね、可愛いと褒めたらこの顔するね、面白いんだよね、面白いね、ね、はい、まあ、の先週はほらライブ終わってしまったので、はい、そんな数少ないライブは今月はあるんですか。今月9月はもうレコーディングに入っちゃうんで、レコーディング、え、次のね、あの前の前回のキャッチミーに続く第2弾、おお、あさってから、レコーディングになります。このお兄さんから、あ、また先、あ、また一番最初は浩平さんなんですね、また先大丈夫です今回もすごいことになることを想像しながら、そうですね、はい、ちょっとそしたらすぐ静かでよく しっとりした、あ、そうなんですねその顔しっとりしたもうこの顔で弾いて台無し、台無し、そうです。で、来月は、来月は、まず内緒の感じ、来月はですね、11個急遽決まったんですけど、うん、10月の7日に月曜日なんですが、あ、ダメじゃんこれないじゃん、ダメじゃん、ダメなんですけど、あ、まあ、あのもしね、お客様時間あればいらしてほしいんですけど、高円寺のムーンストンプっていう、もう地元だし、じゃあごめん、休むわ、出たライブハウスで、ちょっとあのロサンゼルスからお友達の紹介で、ちょっと2人組のカントリーを歌うすごい素敵な、うん、あの兄弟でやってるユニットが、うんうん、来るってことで、急遽ですね、ライブ&セッションってことで、なのでぜひ楽器ね、弾ける方とかね、持ってきてもらって、うん、そんなのいいですか、はい、すごい、みんなでなんかワイワイしたいなっていう、なんかその楽しんでほしいなっていうのもすごいあるので、あ、じゃあどうする、現場中継にする、あ、そっから中継生、生現場の現場切りさーみたいな感じで、ね、ね、音声送れる感じ、そう、あ、ね、そう大変、もう時間が過ぎちゃった、そうですね、はい、もったいない、もう毎回言うけど、はい、もうしょうがないから、じゃあまた来週ね、また来週は、あ、来週は4人で、4人で、あ、また、はい、たくみさんも来られて、はい、2曲また演奏、ね、したいなと思っております、ぜひぜひ、はい、はい、惜しいですけど、はい、惜しいですけど、はい、バカボイズのコーナーは今日はここまでね、はい、ありがとうございました、ナスリーゲスト、ジプシーバカボイズ、イエッ、田村さん、ありがとうございました。どうしますどんな感じでしょう、このどう、一回一回かけてもらいます、そうですね、はい、あ、もう一回、じゃあ、ルイさんのとこで、あ、あ、来てもらおうかな、来てもらってもいいですか、あ、どうですか、あ、じゃあ、高尾さんだけ残ってもらってもいいですか、高尾さん、じゃあこっち側に行ってもらってもいいですか、なんか、あ、いや、僕ほら、あの、ハードロック今日かけるから、あー、たまにはいいじゃないですか、そうですね、わかりました、ね、お願いします、はい、ありがとうございます、僕、あ、じゃあ向こう、あちら側、あ、向こうに、はい、お、ハードロックについて、ハードロックを見せたの、はい、あ、外の中に向こう、はい、じゃあ、先生に、はい、やっと変顔してた、あー、それ、わかりましたってすぐ言対決や得意や、変顔だけは得意や、私か負けるわいや、負けるわ。